皆さんこんにちは。はい、ね、基地終わって第2週目ですよ。そうですね。本当は第2週はね、サイクロン Z だったんですけど、はい、どっかいなくなっちゃいました。トイレかなんか。そうそうそう。いやサイクロンのうんこ話もすごかったですね。興味の中の。まあその話もありますが、いつもいなくなるサイクロン Z ですね。はい。ということでメキシコお疲れ様でした。お疲れ様でした。もうね、講師にわたって奮闘していただきまして、モッチーがね、例えばあの飛行機の手荷物預けとかそういうのも全部やってくれて。ちゃんとサイクロンと若葉ちゃんを置いてきぼりにするのもちゃんと協力していただいてありがとうございます。あれもね、僕がやったみたいになってますけどね。まあそれでメキシコのねコンベンションということで本当にねあのお疲れ様だったんですけど、メキシコのコンベンション、もっちは少なくともコンベンションとか いつもね行ったこともあるよね。そうですね、いろんなとこ行きましたけど。どうですか感想は一言で言って。いやもう正直びっくりしましたね。うん、なんですかね、あそこまでステージしっかり作ってやるところ見たことないですし、うん、まあちゃんとリハーサルもすごかったですね。ちゃんとやるのもそうですし。俺なんかリハーサルスキップされて、俺やったら飯食いっちゃったよ。まあ僕はなんか、お前ちょっとかけてっていうだけだったんですけど、お前が来たらさ、お前あんのとか言ってた。ねえ、なんかそんなのありましたね。本当。まあでも本当もちはね、あれから人気がありまして、クローズアップ出たんですよね。何番手だったっけ、4番手。僕は4番手ですね。だよね。どうだった、ステージも混ぜてやりましたけど、手応えとかそういうのいろいろ聞いてる。そうですね、うん、まあそのなんだろう、僕ステージ出る前に結構いろんな人と話してたんで、うん、出る前からみんなあの穏やかな感じではあったんですけど、すごくやりやすい状況ではありましたね、うん、ただやっぱり自分もスペイン語を覚えてったつもりだったんですけど、うん、まあやっぱり途中から抜けちゃったので。いやでもすごいよね、もし何だかんだ言って通訳にもさ、サイクロン Z のメッシ会のように通訳しててね、ちゃんとね。まあスペイン語はねできなかったですけどね。いやでも一生懸命頑張ってて、まあ、はたから見るとサイクロン Z のメッシ会でやりながら、サイクロン Z の飼い主みたいなね。まあでもね、そんな中で、マジックの手応えどうでした。あ、マジックの手応えはやっぱりそうですね、うん、まあ自分のまあいろんなところやってきた中でのものをこう、ね、出したんですけど、うん、やっぱりステージの使い方とか、うん、やっぱりなんだろうな、課題に残るところたくさんありましたし、ね、ちょっとやっぱりマニピュレーション、もう自分はやっぱりちょっとちゃんとやってった方がいいかななんてね思いました、ね、やっぱりみんなマニピュレーションしやすいよね。マニピュレーションやると必ずすごい反応が強いっていうのね。そうですね、これはミスミさんの回でも話したいんだけどね、はい、やっぱりその技を見せるというものがどれだけ世界に分かりやすい言語かっていうことなんだよ ね、うん、この辺のところはね。でもモッチはやっぱりいろんなことができるから、うん、それでまあ人気者になったってところはすごいんじゃないですか。いや本当人が温かかったですね。ターンテーブルで登場するんだよね。はい、そうなんですよ。そう、ね、ターンテーブルかっこいいですね。で最後全員登場の時全員乗るんだけど、AC 力でどういう人吹っ飛ばされそうなんですね。そうですね、もっと乗るよくしてあれ結構しだれますからね。そう、怖いよね。これは動画でねぜひ見ていただきたいんですけどね。まあそんなわけで、でもねもっちは人気がありまして、はい、まあみんなからもうそのサインとあと写真でね多かったですね。すごかったね。その後なんか取材のほら若い子たちが来てくれて、うんうんうん、でまあずっとついてくれて、まあ連絡もすごい来てくれたんですけど、最終的に、なんか紹介したいと、はい、何の紹介かなと思ってたんですけど、ちょっとご飯食べに行こうって言われて、はいはい、車に乗って引っ張り回されたんですけど、その時紹介されたのが家族でした。お父さんとお母さんと娘さんいてで現地の食事を食べさせてあげるよって言って、もう、ね、どうも、ね、俺その例今までいくつかあるんだけど、はい、必ず娘を連れて帰ってくれってのがよくあるんだよ。あ、いや可愛かったからいいかな。あ、本当結婚、日本人との結婚願望っていうのがあって、はい、マジで行くとねそういうモテ方があるので、マジで気をつけなきゃいけないときも。本当にインドなんか特にそう。ね、これ変な、俺ごめんねちょっとだけね、インドに行ってインドの旅をした時に、はい、インドの家族とかそういうことでしょ。日本人は宗教的にも日本人は大事ですね、女の子、はい、アメリカ人とかそういうことだけど、インド人って女性のことすごく大事にしないんだよね。だから娘が生まれたらできれば日本人にとつかせたいっていうのがあるらしい。そうなんですね、うん、まあメキシコどういうわけか分かりませんけど、はい、まあもっちが独身だってのはしてたんでしょ。そうですね。あらあら、大変だ。そういうことだったのかな。分かんないけど、じゃあ僕はメキシコに、ね、全然マジックがしないだから演技としてはやったらどんな演技だったんですか、はい、まず風船の騒動を通してやったよね。そうですね、あれは僕好きなのであれやって、うん、でまあリーダーとしてはあれ売ってねえかっていうところで、そう言われましたねまあ、オーソドックスね。オーソドックスなもういつも営業でやってるようなネタをやらせてもらって、うん、あとはもうカードを、そうですね、いろんなどれが一番ことやった、なんかその中で。そうですね、ちょいちょいはあるんですけど、顔見てるとちょっと悔しさが出ててね、はい、そうですね、なんか組み直して違うのもう一回勝負したみたいな。そうですよね、うん、ただステージがちょっと正直気持ちよかったです。
野球でやったね、はい、ちょっとステージ出たいなってのもちょっとあったんですけど、そうですね、クローズアップも楽しかったんですけど、うん、あのステージもちょっと挑戦したいなって思います、ね、りました、はい、じゃ次回はステージの大きい賞をもうということでああやってもらいたいですね、ということでモッチでした、どうもありがとうございます。